子的意义，永泰。今天呢，我来到仙台，就是我故乡。差不多讲到这样子。这里就是仙台车站，我的故乡最大的一个车站就对了。然后我今天我在这边调查看看，日本人对台湾人的印象到底怎么样。我今天问很多仙台人看看，其实我觉得大家对台湾人的印象非常好，是因为我们前一阵子在这边发生过三一大地震，那时候我就在这里吧，然后那时候台湾人都帮我们捐很多钱，我们都收到很大的帮忙，但是我不知道，所以今天问大家看看，台湾についてどう思います？日本と仲がいい。日本と仲がいい。女の人が多い。綺麗な女の人が多い。ジブリの。ああ、九分。ああ、九分。千と千尋の神隠しですよね。ああ。優しい人が多いかな。優しい人が多い。それはどうやって？なんかテレビとかで見てて。台湾って聞いたらなんて思うか思い浮かびますか？台湾料理好きですか？台湾ラーメン聞いたことある。聞いたことある。行ったことないです。台湾。好像都不知道哎，你现在都过去了。哦，那我们直接问他们看看，日本女生会不会喜欢台湾帅哥？是这样的，台湾男性についての印象をちょっと聞きたいんですけど、福原愛ってわかります？の旦那さん台湾人なんですね。ちょっと他にも彼らが今台湾に流行ってる芸能人たちなんですけど、1から10になってくれ。九じゃあ早こういうマッチョは日本人女性にとって結構どうですか？好きじゃない？え、マッチョは嫌いですか？嫌い。ぷよぷよもぷよぷよするパパです。ぷよぷよも台湾風の。うん、ワイナ。台湾と言ったらどんな食べ物だと思う？小笼包，阿杜啊，恰，这个，我不知道。やっぱりなんかちょっと政治的にもちょっと荒れてるのかなっていう印象は持ってます。蔡英文がもし蔡英文ってわかりますか？今新しい総理大臣。女性の方です。女性の方がもし当選しなければ中国に台湾奪われるっていう形だったんですよ。それに対してどう思います？やっぱりそうなると中国の独裁ってことになって、なんか戦争、なんか世界大戦とかその頃と結局同じことの繰り返しになっちゃうのかなっていう風な印象はあります。じゃあ今の台湾に対して応援しますか？独立しようっていう運動自体はいいんじゃないかなと思います。なんかずっと独裁されてる、独裁というかなんか支配されてるのもやっぱり嫌だと思うんです。あともう一つ聞きたいんですけど、東日本大震災の時に台湾人に280億の募金額をもらったんですよ。それに対してなんか印象的なことは？いや、それはありがたいと思ってる。ありがたいですよね。うちの妹も台湾に留学してたからね。本当です。没想到他也是去台湾留学的，给我一样的一份就对了。台湾って聞いた時にどういったイメージを？でも親日みたいな。親日。親日。やっぱりなんか昔から台湾歴史から見てもちょっと日本の親日みたいなことは知ってる。そうですね。親日か。やっぱり日本の料理って言ったら何を思い浮かべますか？タピオカ。タピオカ。珍珠奶茶。珍珠奶茶。タピオカ。タピオカ。タピオカ。女。女。腹が綺麗。腹が綺麗。自分タイプ。タイプ。付き合ったことありますか？いや、ないです。好帅哟。どういうのですか？超可愛いです。超可愛いです。台湾と聞いた時にどういうイメージを持ってますか？今 LCC とか飛んでるから、まあ安く行けるアジアの。安く行けるアジアの。格安飛行機ができた後にすごい国と国の距離がなんか日本大震災と思ってますか？はいはい。わかりますよ。あの時県内に50代になられてました。いましたね。ですよね。僕もあの時小学6年生だったんですよ。はいはい。食べるものもなくて、その時に台湾人の方々が仙台に来てくれてカレー作ってくれたんですよ。でそれを食べた記憶がすごい印象的なんですよ。本当に助けてもらったなって。180億の金額をちょっと聞いたんですよ。で今の各住宅だったりとか
他の復興資源に使わせてもらったりする。いろいろ見つけていただきましてありがとうございます。我们也是对台湾人的，因为有对台湾人的帮助，所以有现在的我们，是真的，所以我很感谢台湾人。而且我刚刚做完这个调查之后，发现仙台人对台湾人的印象都非常好。虽然有些人都讲什么珍珠奶茶、什么台湾人帅之类的，但是还是对对台湾人的印象非常好。所以我今天做完这个调查之后，让我觉得很有意义。我希望这影片可以让台湾人多了解到日本人对仙台。日本人对台湾人，现代我们现代人对台湾人的印象到底怎么样？请大家多收看一下我们的影片，感谢大家。OK。